まあ、そこで少し体回転ちょっと回ってみて、そういうふうに。そうそうそう、顔はちょっと残ってますね。今日はちょっと白い衣装を着ての撮影で、はい、まあ、全体的にも白いところで撮影だったんですけども、はい、ひろこちゃんが思う白のイメージっていうのをちょっと、白ってちょっとずるい色だなと思って、うん、その純粋に見たら本当に白くて純粋で綺麗なイメージだけど、うん、その白さで何か隠してるかもしれないなっていうのがすごくあって、うん、逆に黒より白の方が悪い女なんじゃないかなって思ったりとかして、なんとなくそういうイメージです。基本的に好きな色というのは、うん、ヨグちゃん的には何色なんですか、まあ、白と黒だけに限らず、どういう系が、なんだろう、でもすごい空が好きなので、うん、青と白い色、水色と白っていう、こう組み合わせがベストですね。今日は白い、まあ、洋服と水着と両方着ていただいたんですけど、はい、プライベートでは例えば水着とかどういう色を、うん、プライベートですか、うん、プライベートとかの競泳用の水着しか持ってないんででも自分で買うとしたら、うん、何色だろうな色とかよりもデザイン重視ですか、なんか自分に似合う水着をチョイスするのでは、割と今日の撮影自体はこう、まあ、宮沢さんとも初の、はい、うん、初めてね、セッションということだったんですけど、うん、どうでしたか、一日、まあ、半日ですけど、半日、いやでもすごいやりやすいですね、なんか空気をもうそこに作ってくれてるので、何を求められてるのかがなんとなく伝わってて、今日は動物との絡みもあったんで、かわいい、うん、猫ちゃんとか、うん、基本犬猫だとどっち派なんでしょう、多分自分が猫に似てるので、うん、猫に似てるっていうか、こう性格が一人でいたかったりとか、うん、家で今猫を飼ってるんですけど、すごい気が合うんですよね、だからこうじゃれたい時にわーってやって、また二人で別行動したりとか、マイペースっていうことですかね、そうですね、聞いたので、黒のイメージを、ひろこちゃんのイメージを、黒、うん、黒は、なんだろう、悪い感じのイメージがあるんですけど、うん、でもなんかこう弱さを隠すために黒いものを着て強く見せるって、なんか武装な感じがしますね、黒は。でもなんだ、いつもなら黒を着てそしてそんなと木とかやったりとかするんですけど、うん、もうなんか黒だし髪もやってもらってるから、もうその時点で悪く見えてるから、うん、私は私のままでちょっとやってみようかなっていう感じで、うん、普段黒とかでこういわゆる上から下まで全身黒みたいな格好することはあるんですかね、まあなんかありますね、たまにやっぱりすごい黒が着たくなって、うん、全身黒に黒いバッグとかでこうなんかもりもり歩いてたりとかします。撮影では割と、まあ、ナチュラルなひろこちゃんをこう、はい、まあ、例えばメイクとかヘアとかもそうですけど、そういう場合もありますけど、まあ、今回とかちょっとこう、はい、アレンジしたああいう風にされることというのは、いや全部楽しみますね、基本は。なんかこう与えられたシチュエーションをその演じるのもすごい楽しい、うん、お疲れ様でした。